皆さんこんにちは、増田俊夫でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。不思議なことには裏がある真実があるということで、いろいろな問題解説をいたしております。今日はですね、不思議といえば不思議なんですが、日本のこの少子化が止まらない、どんどんとですね、少子化が進んでいって、このままでは人口がどんどん減っていくということ、この少子化問題についてですね、この少子化というところの根底に何があるのかということ、これをですね、お話ししていこうと思っております。その前にですね、ちょっとこの私のこのネクタイ、このネクタイを注目していただきたいと思います。まあ、この時間ではいつもネクタイの話をしまして、この前、キッシンジャーさんと初めて会った時のネクタイをしておりまして、それから、セプテンバー11が起きた時の運輸長官をされていました、ノーマン・ミネタさんと初めてお会いした時のネクタイも締めておりまして、今日締めてるネクタイはですね、これをちょっと見ていただきたいんですが、クリントン大統領と初めてお会いしたとき、クリントンさんも私もまあちょっと若いときですが、このときに締めていたネクタイがこれであります。偉い人とお会いしたときのネクタイを取っておこうということで、意識的に、そのネクタイを大事にしているわけではないんですが、もうたくさんのネクタイがありまして、みんなそれぞれですね、いいなと思って買ったネクタイですから、まあそれを大事に持っていると。ということで、ネクタイだけは捨てたことがないということになっておりまして、いつ何時誰に会ったという時の写真がありますと、その写真を見て、ネクタイを探すことができると、まあ、こういうわけであります。ところで今日のお話なんですが、これを見ていただきたいんですが、これはですね、2024年今年の6月の5日にですね、発表になった日本の出生率なんですね。これがですね、過去最低になったと。そして東京は1を下回ると書いてますが、この地図の方を見ていただくとわかるようにですね、東京は 0.99 になったと。一方沖縄の方は 1.6 ということで高いということ。これがですね、大きな衝撃というか問題になりまして、これからですね、日本の人口がどんどん減ってしまうということでですね、どうなるかいろいろ問題になっているところであります。それともう一つですね、この6月に発表した後、7月の3日にですね、やはり大きな記事が出まして、最高裁の大法廷で、徳良三郎裁判長なんですけども、1948年の6月の28日に制定された、この優生保護法、これが憲法違反だという判決がおりまして、この優生保護法で犠牲を被った人たちにですね、女性なんですけども、賠償金と、まあ、謝罪をするというですね、判決が出たわけであります。この優生保護法というのはですね、終戦直後、すなわち1945年、そしてこの法律ができたのは48年ですから、この終戦直後からこの48年頃までですね、日本の今でいう出生率はどうだったかと言いますと、日本の出生率当時はですね、4.54%。もう今だったら羨ましい限りですね、4.54% という出生率なんですよ。まあ私も子供の頃でですね、岡山に疎開してまして、夏休みになるといつも東京に行きまして、お母さんのところに行くわけなんですが、岡山の方はおばあさんに預けられてまして、そういうわけで毎年夏になるとですね、東京に来てお母さんに会うと。そうするとお母さんがですね、必ず GHQ、今の丸の内の第一生命のビルのところにですね、GHQ がありましてね、そこでうちのお母さんは秘書課にいた関係でですね、毎年夏休みで帰るとマッカーサー司令部に連れて行かれましてね、そしてマッカーサーにお会いするということ、これ毎年続けていたんですよ。まあ、時には忙しくて会えない時もあったんですが、まあ大体毎年行くと会ってくださいましてね、大きくなったね、元気にしてるかとか言ってですね、一番嬉しかったことは、岡山の田舎で、田舎の小学校で野球の選手をしてるっていう話をしましたら、なんか秘書の人になんか言ってメモをやってましたけども、その年ですね、岡山に帰ってきましたら、しばらくするとジープ、
進駐軍がですね、アメリカの兵隊がジープに乗って学校に来ましてね、びっくりしましたね。焼きバットだけで20本ぐらいかな。で、グローブだとか、いろいろ、その、ものをですね、だからグローブだけで20個とか30個とかですね、積んで、寄付してくださったんですよ。うん。で、そのまたメッセージがすごいんですよ。俊夫君にやってくれって、これ、マッカーサーからですからね。もう、とにかく、学校というか、村というか、大騒ぎになったことがありましたけども。まあ、そんなこともありましたけど。まあ、そんな話を今日しようと思ってるんじゃなくて、ちょうどそういうわけで、東京へですね、この夏休みになって帰ってきますとね、私の同年代の子供なんか、道端で靴磨きやって、進駐軍のアメリカの兵隊さんの靴磨いて、お金もらって、で、お父さんもお母さんも真っ黒になって働いて、そしてみんな結構貧しい生活をしているの光景を私よく覚えてますよ。道端に長い列が出て何の列かなと思ったら水豚って言いましてね、丼に厚い帯が入って下の方にお粥っていうかご飯が少しありまして、あとほとんど全部大豆なんですね。で、塩っ辛いんですね、うん、これ水豚って言うんですが、これを、その、まあ、配給じゃないんですけども、もらうために長蛇の列という、こういう時代なんですよ。そんな白米をですね、三度三度白米を食べるなんて、まあ、あの頃にしてみると夢のような話。そういう時代が終戦直後あったんですよ。だから日本の生活水準は最低でですね、で調べてみたんですけども、今世界でですね、当時の日本と同じような出生率、当時日本は 4.54 ですから、そういう国はないかなと調べましたら、アフリカにタンザニアっていう国がありましてね、あの辺のアフリカの貧困国はもうみんな大体同じですよ。4.5 とか 4.3 とか5とかですね。もうほとんど全部貧困国は4とか5とか6とかね、ですね。で、一番貧困なのはですね、あれはタンザニアの他にですね、なんて言ったかな、世界最貧国っていうのがあるんですよ。これがですね、6という。これがもう今現在です。今日の話ですよ。だから子供だらけですよ、うん。私ももう覚えてますけども、貧しいお家でですね、お子さんが5人とか8人とかね、いっぱいいて、もうなんか道端にゴロゴロ子供が遊んで転がってる風景、今でも覚えてますが、もう貧乏という言葉使っちゃいけないんですが、まあ、昔からある言葉ですからね、貧乏人の子沢山というのがあるんですよ。で、貧しいと子供が多いと、こういうことですね。ですから、タンザニアは今の日本に比べたらものすごい貧しいわけですよ。ね。で、タンザニアの生活水準というのはちょうど日本の終戦直後と同じなんですよ。ね。で、不思議なことにですね、終戦直後の日本の出生率が 4.54。そして、今日のタンザニアの出生率が 4.53。これ同じだ。そしてサンダニアの生活水準は日本の終戦直後と全く同じでひどいもんだと。こういうことなの。ということで、いろいろ私調べてみまして、先進国、生活水準が高い先進国、これみんな低いですね。うん。で、それでもうタンザニアとかアフリカとかですね、もういろいろ貧困国たくさんあるんですが、これをずっと調べてみるとですね、出生率、みんな5とか、中には6というのがありますね。まさに貧乏人の子沢山なんですよ。で、これは生命の摂理と私は呼んでるわけなんです。生命なんですよ。うん。ね。で、政治にも何にも関係がなくですね、生命が危機に陥ると。すなわち、タンザニアとかもうあの辺はですね、いつ死んでもおかしくないぐらい、もう政情も不安定だし、食べるものもないしですね、生命にとって危険が高いわけですよ。ね。で、生命にとって危険が高いと子供はたくさん生まれるんですよ。うん。別に人間がそう思ってやってるわけじゃなくて生まれるんですよ。だから人間の生命というのは人間でコントロールできないんで、宗教的には神様だし、自然論的に言えば自然の力ですよ。神の力、自然の力ですよ。ね、それによって決められるわけで。で、自然とか神様は人間の命が危険、命の危険が高まるとどんどん子供ができる。ということは、間引かれてもその種族が残るということなんですよ。そうしようと思って政府がやってるわけじゃないんですが、そうなってんですよ。これは生命の摂理なんです。で、話は日本に戻りますけども、沖縄がですね、1.6、沖縄っていうのは東京と比べて著しく生活水準が低いんですよ。うん。まあ、貧困とは言いませんが、東京と比べてものすごく低いわけだ。だから、出生率、ね、出生率が高いんです。で、東京は世界でも有数なですね、豊かな、都市ですから、命の危険というのがないんですよ。ほとんどないんですよ。ね。従って、間引かれることはない。そのためにですね、子供が生まれないんですよ。これだけのことなの。これ、
生命の摂理なんです。それに対して、この少子化社会対策法とかですね、子育て支援法とか言って政府はどん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 いろんな援助をする。で、ご主人さんの方も、有給休暇、子供、育児休暇ですか、をもらう。で、お母さんの方はですね、もう育児の、たんまり補助金とかをもらうと。ということはどういうことかというと、命のですね、危険性がどん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 下がってる。つまり、法律、政策でもって、少子化対策、という、法でもって、政策でもって、どん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 、この命の危険度というものを少なくしてるわけですよ。だからどん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 生まれなくなってくるわけなんです。生命の摂理からいくとそういう話なんです。じゃあどういうふうにしたらいいのかというと、終戦直後と同じような状態に母体を置けばいいんですよ。終戦直後と同じような生活をですね、強制したらおそらく子供さんどんどん生まれてくるんじゃないでしょうかね。まあこればかりはやってみなきゃわかりませんから、私のお話としてお聞き願いたいと思います。では今日はこの辺で終わりといたします。